スノーフレークで実現するオールインワンバイオインフォマティクスプラットフォームっていうところで、因子力素薬、疾患バリアント解析、シングルセル RNA までを紹介したいと思います。はい。で、まず簡単に自己紹介なんですけど、これだったとやっています。もともと名古屋大学の生命農学研究科の博士課程で進学しまして、で、その後、IT 系のウェブベンチャーに入って、バックエンドエンジニアやりました。まあ、Ruby とか AWS とかっていう知識がここで身につきました。になります。で、今は、クリニックオファータマチさんの院で、バイオインフォマティシャンとして解析をやらせていただいたりだとか、あと、クリエイティブサーベイ株式会社でデータエンジニアの仕事をやっています。でも、専門は、そのトランスクリプトーム解析とかゲノミクスっていうところの、まあ、マルチオミクス解析、っていうところをメインで扱っていて、まあ、直近だと結構薬剤刺激っていうところの、その細胞の遺伝子シグネチャーの解析なのが、メインの専門になってます。まあ、趣味なんですけど、クリエイティブサーベイの方でスノーフレークっていうデータベースをよく使っていて、まあ、そっちのデータエンジニアリングっていうのがすごい好きっていうところで、コミュニティ活動もよくしておりまして、2024年にスノーフレークスクワードっていう、称号をいただきまして、一応日本人が唯一っていうところと、日本人初っていうところで、任命いただきましたっていうところになります。はい。で、今日なんですけど、まあ、若干イントロを話した後、今回やる解析として、この3つを紹介させていただいて、まあ、その後、スノーフレークのその他トピックと、まあ、将来的な展望っていうところを話させていただければと思います。はい。まず、イントロです。まあ、こちら、NCBI の、ところから取ってきたやつなんですけど、次世代シーケンサーの SRA データの、増加率っていうのを年ごとに取っていったデータになっていますと。はい。で、SRA データは2007年の時点で 47GB っていうところだったんですけど、もう2024年2月の時点で 27PB と、まあ、約62倍、62万倍と増えているっていう状態です。まあ、よくムーアの法則に従って順調に増えているみたいなことをよく言われると思うんですけど、まあ、これらの要因としてはシーケンス技術の進歩によって、まあ、ゲムデータ解析っていうところのコストが下がったりとか、まあ、生成速度が急速に増加しているっていうところが、やっぱり背景としてあると思います。またちょっと、バイオデータに関しては、すごい種類が多岐にわたっていて、DNA だったり RNA、エピゲノム、タンパク質。で、タンパク質は化合物の構造情報や相互作用の情報とか、バイオデータの種類っていうのは、本当多岐にわたっていて、容量が大きくなりますと。まあ、そのようなバイオデータを管理するためのストレージコストと管理コストの、増大っていうのが今課題になっています。で、学術利用によく使われるコンピュートリソースって大体2つかなって思っていまして、いわゆるラボ PC とか、いわゆるオンプレミスって言われるところと、あと大学だとやっぱスーパーコンピューターが、スーパーコンとか使うかなと思います。ラボ PC だと、そのデータが内部に保存されるので、機密性の高いデータを使ったりとか、ハードウェアとソフトウェアを自由にカスタマイズできるっていうメリットがあって、まあデメリットといえば、そういう保守とかの部分が大変っていうところとか、もちろんその最初の機械自体の高額な初期費用、投資費用っていうのが必要になるってところがあります。で、スパコンの方は、その大規模で複雑なシミュレーションとかデータ解析ができるメリットがあって、まあ、特定の計算タスクに特化して、性能の最適化っていうのが良いって言われています。まあ、ただ、共同利用っていうところもあって、やっぱり利用には予約が必要だったりとか、使用時間に制限がある場合があるっていうデメリットがあります。で、そこで、まあ、もう一個利用可能性として、まあ、クラウドを使うっていうところが一般的かなと思いますと。まあ、クラウドって何かって初めて聞く人もいるかなと思うので、ざっくりと概要を説明すると、まあ、インターネット契約でアクセスするサーバーと、まあ、そういうサーバー上で実行されるソフトウェアデータベースっていうのが、クラウドフレアのホームページに、掲載なので、ちょっと引用させてもらうんですけど、まあ、仮想化の技術によって、シミュレートされて、デジタルののみの仮想コンピューターが、作成されて、まあ、あたかもハードウェアを持つように実際の物理的なコンピューターであるように動作しますと。
まあ、ここにあると、Google とか AWS とか Azure とか、三大クラウドって言われるところが、一般的にあるかなと思います。で、まあ、メリットとしては、まあ、6つ主に挙げさせてもらったんですけど、ちょっと時間が全て かかる、説明するとかかるので、省略しつつ説明すると、まあ、スケーラビリティと柔軟性っていうところが、クラウドは、やっぱりあって、その、コンピュータ必要なリソースにおいて、拡張とか縮小っていうのができますと。で、まあ、コスト効率っていうのも、使用した分だけ料金が発生する重量課金制でありますと。まあ、データシェアとコラボレーションとかっていうところで、まあ、データ共同編集とか、何ですかね、データ共有っていうところが、簡単にできますよっていうので、よく言われていますと。で、あと、やっぱ、ベンダーが絡んでいるので、セキュリティとかコンプライアンスっていうところも、すごく注意を払っていて、まあ、機密性の高いバイオデータも安全に管理できる。というのは言われていますと。で、まあ、スケーラビリティと関連はあるかもしれないですけど、普通に高性能のコンピューティングっていうところがあって、まあ、昨今だと GPU とかも簡単にクラウド上とか使えたりとかするので、はい。まあ、そういうのはやっぱり個人の PC だと用意しづらいものになってくるので、こういうところはクラウドで使うメリットかなって感じがしますと。まあ、あと、自動化とか効率化っていうのがやっぱり、様々な OSS ツールとかが発達してきているっていうこともあって、まあ、そういう、なんですかね、パイプラインのコード化とかそういうのが容易だっていうところが言われています。で、クラウド製品の中にデータウェアハウス製品っていうものがありまして、まあ、いわゆる社内のデータを一元管理できるビッグデータ用のレータレイクっていうものになります。まあ、昨今、すごい AI とか LLM 機能っていうのも充実してきていて、そのデータウェアハウス内でもうデータ解析っていうのも可能になってきています。まあ、メリットはデータを外に出すことなく、クラウド上でセキュアにデータ共有も可能なので、例えば製薬企業様とかだと、やっぱり治験のデータとか、その患者様のセンシティブなデータとかを、なるべくその個人のローカル PC に残したくないとかっていう場合は、このクラウド上だけで完結するようにとかっていう設計もできたりとかしますと。で、私が今日紹介させてもらうのは、その中でもスノーフレークっていうデータウェアハウスで、もう本当に、概要を言うと、クラウドベースの AI コンピュートリソースといったビッグデータに関わるオールインワンプラットフォームですね。まあ、様々なデータソースから、スノーフレーク上にデータをインジェッションすることができて、まあ、その中で、データを加工したりだとか、まあ、解析に用いたりだっていうのができて、まあ、それをデータ使う人にシェアしたりとか、データサイエンティストに渡したりとか、BI ツールで可視化させたりっていうのが簡単にできるっていうところですね。で、なおかつ、そのスノーフレーク自体がクラウド上で動作するそのソフトウェアとかもあって、その Google クラウドとか Azure とか AWS っていったクラウドベンダーごとに、動くシステムとして用意されているってところですね。で、まあ、何より主な特徴としては、その伸縮性ある高性能でエンジンっていうところで、まあ、複雑なデータパイプラインとか、特徴量エンジニアリングみたいなのを、本当自動でスケールしてくれます。で、まあ、そのスケーリングが、性能に影響が与えることがありませんと。で、まあ、SQL はじめ、この Python とか Java とか Scala っていうところの Snowpark っていう開発フレームワークがもうすでに用意されていて、まあ、それらを利用すると、すごいデータサイエンティストとかの方と馴染みがある言語で解析が可能っていうところですね。で、もう一個主な特徴二つって言って、まあ、最適化されたストレージっていうところで、まあ、PDF とかそういう非構造化データって言われるところも一元的にここ、スノーフレーク上で管理可能で、まあ、いわゆるこの圧縮とか、その自動的にパーティションを切ってくれたとか、アシッドコンプライアンス守ってますよとか、データの復元のタイムトラベルとかっていう、そういう機能も、活用可能っていうところになります。あと、オープンテーブル形式のフォーマットも最近、アイスバーグテーブルとかいうところも利用が可能になってきたりとかしているので、はい、います。ちょっとコスト的なところも一気に話しちゃうと、基本的に重量課金制っていうところで、まあ、一般的に個人で利用する場合にはオンデマンド形式っていう形式になって、で、企業様とかが利用するとエンタープライズのキャパシティ形式とか
たりもするんですけど、まあ、その個人で利用する場合は、この1時間2.85ドルっていうところが東京、AWS 東京リージョンだと一般的な価格になるかなと思います。まあ、主にウェアハウスって言われるそのコンピュートリソース自体が動いている稼働時間と、どれだけスノーフレークに保存したかっていうストレージ容量っていうのが、まあ、大体のコストになってきますと。まあ、1分あたり0.047ドルぐらいっていうイメージで使えます。じゃあ、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、じゃあ、スノーフレーク上でどういう解析ができるのかっていうので、まあ、今回3つ紹介させていただけたらと思います。まあ、1つ目は、スノーパークコンテナサービスっていう、スノーフレーク上でコンテナを動かすことができるので、そこで R スタジオを立ててシングルセル RSF をちょっとやってみようかなと思いますと。で、もう1つは、公共データベースで、そこから VCF ファイル、のアノテーション付けとか、バリアントのフィルタリングっていうところを SQL ベースでちょっとやるところを見せようかなと思います。で、最後にスノーフレーク内でその Jupyter Notebooks のような機能がありまして、そのスノーフレーク Notebooks っていう機能と、あとスノーフレーク社が買収してる Python のパッケージ、可視化パッケージで Streamlit っていうのがあるので、そのストリームリットを組み合わせて、ちょっとそのインシリコ創薬的なところを紹介しようかなと思います。じゃあ、まず1個目ですね。スノーパークコンテナサービスでシングルセル RMS ってところになります。じゃあ、まずスノーパークコンテナサービスっていうのは、いわゆる、Kubernetes 的なクラスターをスノークレイクが、マネージドで管理していまして、そこに我々が、Docker イメージ、とかをイメージをアップロードすることによって自由にコンテナ環境を使うことができますよっていう機能ですね。はい。まあ、それを、メリットとしてやっぱりそのスノーフレークがマネージドで管理してくれているので、コンテナとかの、なんかドッカーとかをわざわざローカルで組み立てたりとか、いわゆるそういうスパコンみたいなところでちょっと仮想環境用意してみたいな準備が必要なくて、もうそのまますぐ使えるっていうところがメリットですね。あと外部にデータを移す必要がなくて、スノーフレーク上で直接アプリが動かせるので、まあ、スノーフレークの認証システムっていうのを使うことによって、まあ、セキュアに、動かすことができますよという機能ですね。ざっと、基本的にちょっとスノーフレークって SQL-like なコード記述法で組み立てていくので、こういうコマンドを入力して、リソースとかを立てていくんですけど、ざっとコードの流れを説明すると、コンピュートプールっていうのを作成して、この時にインスタンスファミリーっていうのを設定する。で、ここでそのコンテナに積む CPU のスペックとかをどうしますかっていうのを設定できますと。はい。で、その後、詳しいスペックの詳細っていうのを記載して、そして最後にサービスとして、作成するとエンドポイントが払い出されるので、そこのエンドポイントで使うことが、できます。じゃあ、実際に SPSS に、じゃあ今回は R スタジオをホストしてみて、じゃあそれからシングルセル RNSEC ってのをやってみようかなと思います。ローカルで R スタジオサーバーの Docker イメージを、元に新たなバイオインフォのイメージ作成して、それをレポジトリにプッシュしますと。で、そのプッシュされたイメージをもとに、そのバックコンテナサービスでサービスを作成して、そして指定されたエンドポイントのあるサーバー環境を使って、スーラによる解析を実行してみようかなと思います。使用するロッカーイメージは、そのロッカープロジェクトによって作られた R スタジオサーバーのシンプルなイメージを使おうかなと思っています。一応ちょっと前もってシングルセル RNSEC 用に私がスーラのライブラリーとかをアップデートを インポートなんですかね、インストールした状態のイメージっていうのを作って、まあこっちに、Docker Hub にアップロードしています。はい。ちょっとシングルセル RNSEC の話もざっと軽くしておくと、まあ基本的に細胞単位で RNSEC ができる手法になっていますと。これによって個々の細胞集団の遺伝子解析っていうのができますと。で、今回はインターフェロンガンマで刺激されたサンプル使って、スーラで UMAP プロット書くっていうところまでやってみようかなと思います。で、解析に用いるコード、まあ、スーラのコードですけど、シンプルにこういう形
形になっています。まあ、数学データライブラリーから、次元削減とクラスタリングを行って、まあ、クラスタリング結果をプロットするっていう、なんですかね、一般的なスーラーの使い方のシンプルな、コーディングになってます。じゃあ、ちょっと結果なんですけど、一旦ここで画面を切らせていただいて、デモをしようかなと思います。今、この画面って、スノーフレークの画面に切り替わりましたかね。あ、はい、見えてます。はい、ありがとうございます。これがスノーフレークの UI なんですけど、ここにプロジェクトってあって、まあ、ワークシートっていうのが開けるので、ワークシートを開いていきますと。で、先ほど言ったように、ローカルで Docker イメージをスノーフレークにあらかじめプッシュしとく必要があるんですけど、そこ時間がかかるので、ちょっと今日はデモとしては見せしないで、すでにプッシュしてあるイメージを使います。はい。で、まず、ここでですね、ちょっと拡大させるんですね。ここで、まず最初にコンピュートプールを作りますと。で、インスタンスファミリー的には XS サイズって一番小さなサイズで作ります。で、作ると、まあ、こういう感じで、サクセスフリークリエイティッドっていう形で出てきますと。はい。で、ちょっとロールをっていう概念があるんですけど、詳しくは、はい、ちょっと割愛させていただきます。で、次にですね、コンピュートプールのもとに、エンドポイントを払い出すためのサービスっていうのを作っていきますと。で、先ほどのコンピュートプールを指定して、どういうふうに作っていくかっていうので、ここでイメージとか指定しています。どういうイメージなのかっていうのを指定していたりとか。はい。あと、ボリュームマウントとか、R スタジオのところで切ってますよとか、エンドポイントがどういうポイントで作られているのかとか、っていうところが定義されている話ところですね。サービスも作っていきます、うん。で、サービスができましたって感じですね。で、もう、そしたら、まあ、簡単に、本当にエンドポイントが作成され始めていきますと、こんな感じで。で、ちょっとエンドポイントが内部的に割り当てられるまで時間がかかるので、ちょっと今回は3分くらい。キング的に、あらかじめ用意してある、作成されたエンドポイントにアクセスさせていただきますね。こんな感じで、エンドポイントの割り当てっていうのが終わると、イングレス URL っていうところで、払い出されますと。で、じゃあ、こちらの URL に、そしたらアクセスしていきます。そしたら、このスノーフレークのドメインで、R スタジオサーバーっていうのが立ち上げることができますと。はい。で、ざっともう解析のコードを流しちゃってるんですけど、まあ実際にスーラとかもインストール済みなので、こんな感じで、もう、自由にクラウドの R スタジオサーバーで、こういうシングルセル RNSF 解析っていうのができるようになります。はい。これが、なんですかね。第一章目のデモになります。じゃあちょっとスライドに戻りますね。はい。まあ結果として、まあ簡単に、なんですかね。コンテナ立てて、自由に使えます。使える環境が整えましたっていうところですね。で、自由にコンテナが立てられるので、実際にもう、なんですかね、多くの Docker のイメージ化されたファイルっていうのは、スノーフレーク上に作ることができて、そうですね、例えばなんですけど、統合 CDB でも紹介した、されていると思うんですけど、RNSFChef のドッカーイメージがありましたので、実際にスノーフレーク上でホストしたなんですけど、まあ、こんな感じで問題なく、RNSFChef も動くので、まあ、なんかその個人の環境とかで、例えばちょっと一人作ってあげれば、まあ、そのエンドポイントをみんなに共有することによって、この自由になんか線形のツールが使えたりとかっていうところもできたりするので、うん。まあ、なんですかね。結構どっかそのイメージ化されているその環境、ツールだったら何でもそのホストすることができます。じゃあ実際のちょっとコストみたいなところなんですけど、まあ、さっき使った XS っていう最小のサイズで、0.31ドル1時間にかかりますと。これですね。はい。時間はかかるんですけど、その解析する時間みたいなのをきちんと決めてやれば、まあそれ、コストとかも
きちんと抑えられて使えることもできますと。で、CPU メモリ自体は、実際に、1024GB まで拡張可能で、で、なおかつその NVIDIA の GPU も使うことができますので、なんか一瞬だけすごい早くマッピングさせたいみたいな時は、もう思い切って GPU とか使ってしまって、マッピングさせた方が早く済んでしまうみたいなところもあったりするので、結構ここは、コンピュートプール作る際のスペックは自由に設定できたりとか、簡単に変更できるので、すごいいいところだなって感じてます。はい。ここまでが、あれですね。シングセル RNA 石灰石ってところでした。じゃあ次もう一個。その2個目の公共データベースの外部ステージ登録と VCF データのアノテーション付けっていうところをいきたいと思います。先ほどの鶴崎先生の話にも若干あったんですけど、DuckDB を、GitHub 上だと、ちょっと容量が大きいファイルとかはコミットできないっていうところとかあったりするんですけど、まあ、スノークレイクだと、実際に、容量の大きいファイルとかを、まあ、スノークレイク内部のストレージもあるんですが、S3 とか AWS のそういうストレージサービスと、外部統合っていうことができて、まあ、その S3 バケット、中身は S3 バケットなんですけど、あたかもスノークレイクのストレージとして使えるような機能っていうのがありますと。で、実際にそう統合すると、実際に SQL とかのデータスクリーニングとかアノテーション付けっていうのが簡便にできるようになります。で、今回、すごいこれと相性がいいなって思ったのは、AWS が出しているレジストリオブオープンデータっていうのがありまして、まあ、研究者とかデータサイエンティスト向けの公開データセットっていうところが、S3 バケットデータ内に格納されていますと。この宣言のプロジェクトも、ドラゲンのファイルとか、あとクリンバーのファイルとか、VCF ファイルとか、あとケンブルの化合物データみたいなのも、ここに S3 バケット上にあるので、それを、なんですかね、外部ステージ統合することによって、簡単にスノークレイク上で扱うことができるっていうメリットがあります。はい。じゃあ、実際にどういう解析やるかっていうと、じゃあ、そういう公共データベースデータの、スノークレイクの外部ステージ登録っていうのを行った後に、じゃあスノークレイクのテーブルに取り込んで、実際にスノークレイク上で、パネル情報があった、入った S3 を使って、宣言のプロジェクトのゲノムデータにアノテーションをつけてみようかなと思います。まずドラゲンの S3 を外部ステージに登録っていうところは、こういうステージっていうコマンドを叩いて、ここに URL があると思うんですけど、こういう S3 の URL を指定すると、簡単にこう、スノーフレークに登録することができますと。そしたら、まあ、スノーフレーク上で、その S3 の中身見たいなっていうときは、こういう形で、どういうファイルが入ってるのかっていうのを SQL で簡単に確認することができます。で、ドラケンをスノーフレークのテーブルに取り込んで、クエリをしていきます。まあ、それも、スノーフレークのテーブルで、定義してインサートしていくっていう形になります。テーブル自体はスノーフレークですごいパフォーマンス最適化しているので、さっきのオーラップの話もあるんですけど、そういうオーラップのメリットを活かして SQL で高速にデータが確認することが可能だったりします。で、パネルでアノテーションするときも同じようにパネルが入っているS3 バケットを、外部ステージ登録して、パネルデータを、テーブルに取り込んで、それを、外部ステージからインサートするって形になりますね。で、その後自由にこういう、SQL 使ってジョインさせた後に、条件絞ってスクリーン、フィルタリングをかけるっていうところをやっていこうと思います。はい。じゃあ、ちょっと1クビットスクリーンして、またデモに行きたいと思います。で、まあ、先ほど言った、まず最初のドラゲンのステージ作りっていうのがここになっていて、まあ、URL が宣言、こう指定されていますよ、あります。ちょっとその、ステージ登録するところが、時間が少し処理でかかるので、ちょっと今回のデモではもうあらかじめ作らせていただきました。ので、このドラゲンのステージを実際に
どういうファイルが入ってるのか叩いてみようと思います。で、そういうとこういう感じで VCF ファイルが入っているんだなっていうのがわかるかなと思います。サイズとかそういうのも情報として、SQL で見ることができます。はい。で、実際にその、VCF ファイルっていうのを、実際にこの、テーブルに取り込んでいくっていうところに、クロモソームとかポジションとかの番号とか、レファレンスと、その、なんですかね、変異の情報とかも一緒に定義してあれるとか。はい。で、テーブル定義っていうのをまず作った後に、このインサートっていうところで、インサートしていきますと。まあ、インサートするときに、こう、先ほどのこのドラゲンのステージから、ファイルを解析して、SQL でバッとインサートを流していくっていう処理をやります。ちょっとこれが4分5分ぐらいかかるので、今回はもうすでにちょっとインサートされているテーブルを使いさせていただきます。そのインサートした結果のファイルがありまして、例えばこうサンプリング深度とかの値を、5%、10%、50、90、90%タイルで見たいってなったときに、こうやって SQL ですぐ結果を取得することができて、ああ、こういう感じなんだなっていうのが、サンプリングの全体像がわかる感じですね。あとは、バリアントコールされた量っていうのを、そのホモ接合バリアントとかヘテロ接合バリアントとかみたいな情報も、こう SQL で記述することができて、こういう、なんですかね、俯瞰して、クロモソームごとにの、この割合っていうのとか、数値を集計することができます。じゃあ、その、アノテーション用の、パネルのデータも外部ステージ登録させて、同じようにテーブル定義を決めて、パネルデータをインサートしますと。ちょっとインサート、もうすでにインサート済みなんですけど、こう結果が、はい、こういうパネルデータがあって、はい。このデータをさっきのドラゲンのところに、アノテーション付けしたいってなったときは、こう SQL 上で、このパネルスと、そうですね。ゼノタイプバイサンプルをジョインさせる形で、はい、書くと、もう完璧に、すぐアノテーション付けっていうのが可能で、統合した分析っていうのが可能になっています。こんな感じですね。うん。なんで、簡単に SQL ベースで、欲しい、バリアントとか、見たいバリアントみたいなのをスクリーニング、それもスノーフレークのすごい最適化されたテーブル上で行うことができるっていう。ところですね。はい。ちょっとここまでが、VCF ファイルのフィルタリングっていうところまでをやらせていただきました。スライドショーに戻りますね。で、スノーフレーク上で VCF ファイルバリアント解析するメリットみたいなのもまだまだありまして、フィルタリングワークフローの管理っていうのがすごい、簡便だなって思います。バリエント解析ってやったことある人すごいわかると思うんですけど、CSV とか VCF の中間ファイルっていうのがいっぱいできてきて、例えば Nextflow とかで処理を流すと、なんかその DP25 以上で一回中間ファイル作って、で、なんかそのプロテインコーディングのやつだけでまた中間ファイル作ってみたいな管理とかをしないといけなくて、でも大量かつすごい容量が大きいファイルっていうの、中間ファイルができがちっていうところもあって、はい。結構管理が大変っていうことになります。これスノーフレークだったら、まず SQL で、フィルタリングの条件っていうのを記述できたっていうところとか、あと、その、フィルタリングしたデータを VCF ファイルとかで持たなくてもテーブル情報とかで全て持つことによってすぐアクセスできたりとかっていうメリットがあります。ちょっと同じように書いてるんですけど、SQL による簡便のデータフィルタリングってところがあって、スニップシフトなどのツールと比較すると、すごい私としてはすごい SQL の方が結構やりやすくて、保存もしやすいなっていう感じがしています。うん。で、紹介にはできなかったんですけど、一応スノーフレーク上でストレージの圧縮メリットっていうのも受け入れるところがあって、VCF ファイル含む非構造化データっていうところを、スノーフレーク自体はもう公式でサポートしていまして、スノーフレークに取り組むだけで VCF ファイルが圧縮して、保存することができますと。はい。なので、普通に S3 とかで保存したりとか、ローカルのなんか、その外付けハードディスクに保存するよりか、
スノーフレーク上で圧縮すると、なんかもっといっぱい保存できたりとか、まあそれをなおかつすぐ引き出したりとかもできるので、はい、すごくメリットがあるかなっていうところはありました。で、最後ですね。はい。ストリームリットスノーフレークノートブック使って、インシリコ創薬っていうところを、紹介しようかなと思います。で、簡単に、ストリームリットインスノーフレークっていう機能がありまして、まず、ストリームリット自体が Python のオープンソースライブラリで、データをそのインタラクティブな Web アプリケーションとして素早く簡単に可視化可能っていうところの特徴となります。まあ、その UI を一般的に作るってなったら、HTML、CSS、JavaScript などの知識が必要なんですけど、それがもう Python オンリーで構築可能っていうところですね。こんな感じでグラフとかも簡単に Python ベースで記述することが可能で。で、Snowflake のデータクラウド上でできるので、簡単にアプリを、開発環境を整えなくても構築とか展開とか共有っていうところができます。で、Snowflake のノートブックスっていう機能がありまして、もうこれは本当に Jupyter ノートブックスみたいな機能で、ただ、スノーフレークのノートブックスで特徴的なところは、Python とSQL を使うことができて、まあ、SQL で、いわゆる、その、スノーフレークのデータを取ってきて、それを、Pandas とかのデータフレームに変換して、解析を回すみたいなことも可能ってところですね。で、それが、先ほどのストリームリットのライブラリを使用して、データをすごい、すぐに可視化できたりとか、アプリケーション化っていうところができます。はい。まあ、これを、スノーフレークにすでに存在するデータ探索したりとか、まあ、ローカルファイルとか、外部クラウドストレージなのから、スノーフレークに簡単にアップロードが可能です。じゃあ、実際にちょっと解析してみたいと思います。今回バーチャルスクリーニングをちょっとトライしようかなと思います。まあ、だから論文とか、特許で薬の候補となる化合物発表された場合に、まあ、より有望な有類似化合物っていうのを、探索したいニーズっていうのがあると思います。で、まあ、例として、ちょっとインフルエンザ治療薬であるノイラミンダゼ阻害剤の、ラニナミビルに類似した化合物を、ZincDB のデータを利用して調査してみようかなと思います。うん。で、化合物の類似度の評価の、アルゴリズム、簡単に言うと、まあ、処理の流れとしては、RD キットをインポートして、スマイルス系標識、表記から実際に、ストリームリットで画像を見比べてみて、谷本ケースで類似度の評価っていうのをしていこうと思います。ちなみに、このトルエンとトリクロロベンゼンの類似度っていうのが0.53ぐらいっていう、この構造で大体返ってきます。で、バーチャルスクリーニングしていきましょう。処理の流れとしては、スマイルスファイルから化合物データを読み込んで、ラニナミリルの分子構造を定義して、類似度が高いものを計算するための関数を作成して、その中から、トップ10の類似度が高いものを、リストアップして、その化合物の分子構造をストリームリットで可視化してみようと思います。はい。じゃあ、ちょっと、すいません。デモしようかなと思います。ノートブックスは先ほどのこのワークシートじゃなくて、こっちのサイドバーにノートブックスってところを見て開くことができますと。はい。もうちょっとコードは記述済みなんですけど、こんな感じで本当に Jupyter-like に書くことができて、まずライブラリをインポートしますと。じゃあちょっとトルエンとトリクロロベンゼンの類似度を書く計算してみたいと思います。まず化合物が、このストリームリットインストールしてるので、ね、イメージをすごいカッシャッと可視化できて、で、モルガンフィンガープリント生成した後に谷本係数を計算してみると、あ、はい、0.53ぐらい出るっていうアルゴリズムですね。はい、という形になりますと。ちなみにこの類似度の歩数っていう距離を求めるときは、こういう記述を書くらしいです。だとちょっと0.46ぐらいの類似度になりますね。はい。じゃあ実際にバーチャルスクリーニングしてみようと思います。
先ほどのジンクのデータベースの情報っていうのをファイル化していて、このスマイル形式の、スマイル形式のデータを持ってきていて、はい、これをスノーフレークにさっとアップロードしました。まあ、今回ファイルから持ってきているんですけど、まあ、あらかじめスノーフレークのテーブルに入れておけば、さっとインポート、引き出してこれたりするので、まあ、ファイルで持つか、テーブルで持つかみたいなところで、すごい、簡単に選択肢がありますところですね。で、実際に化合物どれぐらいの数入ってるかっていうと、11万4943個入っています。この中から類似度が高いやつだけトップ10選んでいきたいと思います。じゃあ、ラニナミルの、実際、モルガンフィンガープリントのところを実際取ってみて、取ってみますね。はい。で、まず計算して、で、こちらで、多任元係数使って、類似度が0.2以上の化合物をスクリーニングしていきます。ちょっとこれが処理が長いので、少々お待ちください。大体30秒ぐらいで終わったと思います。うん。ちなみに、ちょっと時間があるんですけど、GitHub との連携もできまして、今回は紹介しないんですけど、GitHub 上のノートブックとかを開いて、ここに表示させたりとかっていうコネクションも、用意されているので、なんですかね、そこはすごい Git 管理とかも柔軟に対応しています。はい。じゃあ次、ここで、じゃあ、得られた化合物っていうのをソート、あ、トップ10をソートしてきて、じゃあ、これをストリームリットで描画してみようと思います。こういう、ストリームリットの構造を書いてみてビジュアライズすると、じゃあ実際にこうトップ10の化合物として、こういう、分子構造のものがスクリーニングされてきましたっていうのが簡便に、はい、できましたってところになります。はい。じゃあ、ちょっとデモを終わって戻りたいと思います。まあ、ストリームリットストーンフレークノートブック上でノイラミダーズ阻害剤ラニナミリルの類似したトップ10の化合物をスクリーニングして、ストリームリット上で分子構造の可視化っていうのが容易にできましたってところですね。で、まあ、スノーフレークで創薬するメリット、あ、インシリコ創薬するメリットっていうのを改めて整理してみると、スノーフレークが用意する機械学習フレームワークも利用可能で、スノーパーク ML っていう、あらかじめ機械学習フレームワークをスノーフレークが持っていまして、まあ、そういうデータの移動とか複雑なインフラ設定とかローカルの環境構築が不要で、まあ、迅速かつ効率的な機械学習の実行っていうのがもうすでにサポートされています。で、大量の化合物データセットを効率よく格納することができますと。まあ、大体その創薬のプロセスによって、必要となる大量の化合物データとか生物学データっていうのがもうスノーフレーク上で一元管理可能で、めぼしい化合物を類延体スクリーニングに素早くかけることができます。で、なおかつ、ハイコンピューティングリソースが要求される回数まで一貫して解析可能っていうところがすごいメリットかなと思っていて、先ほど紹介させていただいたスノーパークコンテナサービスを利用すれば、まあ、MD とかドッキングシミュレーションみたいなところも、ハイコンピューティングリソースが要求される解析までエンドでスノーフレーク上で解析することが可能です。はい。ここまでがスノーフレークでの解析の紹介をさせていただきました。じゃあ、その他トピックなんですけど、まあ、改めてこうやって見てみると、すごいマルチオミクスを行う環境が、本当簡単にセットアップ可能だなっていうのが、すごい思っていまして、まあ、先ほどのデータを並べたんですけど、例えば、ケンブルみたいな化合物データのケモインフォマティクスのデータを格納したりとか、まあ、VCF ファイルのゲノミックスのデータを格納したりとか、で、アノトエーション付け付けのためのステージっていうのを用意したりとか。で、シングルセル解析用のトランスクリプトーム解析の SPS イメージを管理した、SPSS のイメージ管理をしたりとかっていうのが、まあ一つのプラットフォーム上でできるっていうのがメリットかなって思っていまして、まあそれを先ほど紹介したスノーフレークノートブックスで SQL とか Python 外でいつでも読み出して、まあ組み合わせてマルチオミクス解析っていうのがすぐ始められるっていうメリットかなと思います。で、あと、公共データベースのデータを、まあ、わざわざダウンロードとかしなくても、スノーフレーク、
外部ステージとして管理することができるので、まあ、そうですね、こういうストレージとして容量を圧迫することなく、まあ、公共データベースのデータを自由自在に引き出してきますよっていうところもメリットですね。で、実際に簡単にすごいトライアル環境を、作成できますと。スノーフレークトライアルとかで調べていただけると、30日間無料トライアルで、400ドル分の無料ワーククレジットっていうのをいただけます。はい。で、この画像のここの、なんかね、項目に入力して、AWS とか GCP、Azure のどこの、クラウドベンダーでホストしますかっていうのを選ぶだけで、簡単にもう開始っていうのは可能なので、まあ、興味持った方は、トライアルとか、気軽に始めてみれば、すごい、いいかなと思いました。はい。で、スノーフレークの今後をちょっと軽く紹介して終わろうかなと思います。結構解析向けの話がメインだったんですけど、まあ、製薬企業様とかすごい興味ある機能として、スノーフレークまだまだいっぱいありまして、例えばデータクリーンルームっていう機能があったりします。で、複数の組織がデータ共有して、協力して分析やインサイトの抽出を行うためのプライバシー保護機能っていうのを、用意しています。これは、データを一部、よく、その製薬企業さんとかの課題に上がってくるのが、患者のデータとか、そういう、なんですかね、化合物のデータみたいな秘匿情報が会社内に閉じていて、まあ、そこら辺を、なんですかね、必要な情報を、匿名化した状態で共有すれば、製薬業界としてもかなり、なんですかね、一体感を持って取り組める課題のはずが、それがその各企業に閉じているって状態で、結構その、なんですかね、コラボがしづらい状況になっているっていうところがあって、まあそういうのを解決するためにデータの匿名化っていうのをやって、まあ規制対象の患者データとかを、製薬企業同士で共有することに、で、患者サンプルの増拡大とかも可能になりますと。で、データがすごい、サンプル数上がるとエンリッチメントされるので、まあ、臨床試験全体で患者のアウトカムのパターンっていうのを特定されたりとかすることができて、はい、いますと。まあ、そういう使い方もすごい、メリットとしています。で、あと、スノーフレーク自体に、LLM 機能っていうのも備わっておりまして、大規模言語モデルで様々なモデルっていうのが利用可能です。まあ、例えば医療データの PDF とかを、とか、生物医学用語を理解する LLM モデルの構築っていうのが、簡単に可能で、まあ、その、いわゆる患者の何ですかね、診察カルテのデータとか、疾患情報とか、診察要態を打ち込むと、こういう疾患の可能性がありますみたいなのを、返してくれるチャットボットなども簡便にスノーフレーク上で構築が可能です。バイオデータ、公開データがたくさんあるので、まあ、それを使って LLM を構築することも簡単に可能です。ユースケースで患者に関するデータセットを紹介するモデルみたいなのも、簡便に作ることができます。ここですね。はい。ちょっと、長くなりましたけど、最後にってところで、まあ、各種 SNS やっていますので、ぜひフォローいただけると幸いです。はい。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。上田さん、ありがとうございました。何か、参加者の皆さんの方で質問やコメントなどあれば、受け付けたいと思いますが、何かありますか？自由に話していい感じです。ああ、ありがとうございます。ああ、違いの武藤と申します。これでお世さ話ん、になっております。お世話になっているような、お世話になっお世話になっておりまてす。いる。ありがとうございます。面白かったです。質問せっかくなので、質問で、2つにしようかな。1個目のやつ、R のコンテナサービス使ってて、今回の話だと、これ使ってスケールで中のテーブルにクエリしたりはしなかったと思うんですけど、別にコンテナサービスからも別にクエリ走らせてデータ取れるんですよね。あ、そうですね。それは、今回紹介しなかったんですけど、贅沢な使い方してる。
ちょっとその R の ODBC のドライバーとかインストールした R スタジオ上で記述できて、スノーフレークのテーブルにアクセスとかっていうのは簡単にできるので、そうですよね。あ、ありまあ、がちょっとうとござ今回は内部ステージに10X のフォーマットをアップロードしたっていうやつを可視化させただけなんですけど、そうですね、そういう使い方も可能です。す。ですよね。はい、ありがとうございます。でも、それは簡単な話です。もう一つは、VGA のアノテーションで、今回サンプル側のアノテーションしたと思うんですけど、ミューテーション側のアノテーションも、まあ、結構大事なポイントかなと思ってて、その辺って、SE に公開してるデータでなんかできたりします？ミューテーションの情報ですね。だなんから、でまあ、これ、まあ、ポジション、VCF だとポジションの情報しか基本的にないと思うんですよね。オルト、レフト、オルトしか。なので、そのポジションが、まあ、エクソン上なのかとかもそうですし、まあ、そのオルタレーションが、なんていうかな、まあ、シフトとか、なんか、ポリフェンとかの、コールなんかもあると思うんですけど、そういうアノテーション情報を、まあ、効率的につけるってしたら、どんなやり方が、コレダさんだと考えますって言いままあ、す。そうですね。データ、その AWS のデータセットで用意してくれてるとありがたいんですが、まあ、例えば何ですかね、東北大学用意してる、トーモって読むんですかね、のアノテーションつけたいとか、Gnomad みたいなところ使いたいってなった時に、まあ、やっぱりちょっと努力作、まず最初 VCF とか、そのアノテーションちょっとダウンロードしてきて、それをインターナルステージにアップロードした後に、まあ、UDF みたいな関数組んでテーブルデータにするっていう作業がどうしても必要になってしまうかなって感じはしますね。そうですね。まあ、本現当状のに。S3 に公開されてデータに、それに該当するものは今なかったりするので、まあそういうのはちょっと自分の内で頑張らなきゃいけないよってことですよね。まあ、はい、わかそうりでますした。ね。クリンバーとか有名どころはあるんですけど、ちょっとマイナーどころは、すごいちょっと残念ながら探してみないと、あるかもしれないですが、っていうところになりますね。おっしゃる通りです。はい、そういうのデータ集まるといいですよね。はい、ありがとうございそうます。ですね。一回自前でキュレーションしてしまえば、本当になんか自由にアノテーション付けとか高速でできるっていうのはメリットなので、ちょっと最初のインジェッションの部分だけ努力作やる必要があるかなってそうで感すじよですね。現状は少なくとも。はい。僕ね。もその、はい、ありがとうございます。なんか、バイオロジーからドラッグ、てか、ケミストリー系まで幅広くカバーしてて、さすがだなと思いました。すいません。ありがとうございありまがす。とうござい恐ました。縮です。はい。なんかチャットの方からも質問が来てまして、YK さんからで、解析しているとテーブルだらけになりそうですが、スキーマなどはどのように管理するのが良いでしょうかということですね。そうですね。ここはちょっと課題。生命科学系だと全然馴染みがないツールとかもあるので、一応テーブルを管理するようなツールとかも別で用意していまして、データエンジニアリングの界隈だと DBT っていうツールがあったりもするんですけど、そこで、いわゆるテーブルをモデルとして、コードとして記述するような、ツールもあるので、まあ、なんかそういうツールを利用して、なんですかね、テーブルの管理っていうのを、進めていくっていうのが、まあ、やっぱ一般的かな、そのデータエンジニアリングする界隈としては一般的かなところなので、まあ、ちょっと高度にはなってくるかもしれないですけど、そういうツールのキャッチアップが必要になるかもしれないです。そのテーブルだらけっていうのを防ぐにはところですね。これはスノーフレークっていうのは、なんかすごい書き方が SQL ライクっていうことだと思うんですけど、SQL ではないんですか？これは SQL ですね。で、いろいろなリソースを作るっていうところで、こういう、なんですかね、スノーフレーク独自の、DML 変更っていうのかな、作ってるんですけど、そこで記述、なんですかね、するとリソースが作れて、で、あとは SQL で作れますみたいな。本当 SQL ライクっていう言い方が正しいかなって感じがしますね。なんか、データベースのこのテーブル間を主キーでこうつなげて関連付けるみたいなことも、この上でできるんですかね。そうですね。これも、
あ、なんですかね。データ上に、そういう法輪キーみたいなのをちゃんと持たせれば、データ、なんですかね。きちんと結合とかにも使えますし、なんですか、そういうキーを自分で作ったりっていうのも顔面にできると思います。あとは、ちょっとで前田さんが回答してくれてるんですけど、テンポラリーテーブルっていうのも実際にありますので、そういうセッションが続いてる間、使える一時的なテーブルっていうのも、おっしゃる通り利用できるので、なんか中間テーブルみたいなのがとりあえず作っといて、ログアウトした瞬間消えるので、そういう、なんですかね。別に中間データいらないんだったら、そういうやり方も全然ありかなという感じがしますし。します。ご足労ありがとうございます。あと大規模な計算に関してなんですけど、なんか自分とかよく例えば遺伝系のスパコンみたいなところ、スラームとかグリッドエンジンみたいな、なんかジョブスケジューラーでこう、バカパラっていうんですかね、こう、処理を分散して投げるみたいなことをやりますけど、こういうのにも対応できるんですかね。そうですね。ジョブ機能みたいなのも、スノーパークコンテナサービスで用意されておりまして、で、なんですかね。処理自体をコマンドベースで記述しといたら、なんか、スノーパーク、そのこ処理をするためだけに、このコンテナ立ち上げ作れて、アウトプットを出してくれるっていう機能があります。で、もし、そういう並列処理とかをさせたいみたいな要件だったら、そういうイメージを作る必要はあるかもしれないですね。まあ、いわゆる並列処理が必要な、そういうツール。ちょっとパッと思いつかないんですけど、まあそこを内部でイメージ化すれば再現はできるかなって感じはしますまあ、スラムとかをインスね。トールすれば多分できるとは思うんですけど。まあ、本当にただのコンテナなので、そこは何ですかね、Docker 使うみたいに柔軟にカスタマイズできるかなってところがあります。あと途中で、なんか計算が終わったので、こう、見てみましょうってことで、なんか URL を、叩いて、別のページに移ったと思うんですけど。こちらですかね。計算ですか。どこですか？ちょっと忘れちゃった。あ、なんか共同研究とかで使うのに、して、なんか、解析したので見てくださいっていうのをこう URL 渡すだけで、なんか結果を他の人にも見てもらうみたいなことができるんですかね。例えばこの R スタジオの話だと、ここの URL を共有すれば、実際に、アクセスすることができます。ただ内部で、スノーフレークのユーザーとして登録しておくことによって、まあ、より、なんですかね、ID、パスワード認証みたいなのもちゃんと設定できるので、まあ、万が一漏洩とかしたとか言っても、そこできちんと守られたりとか、セキュアに共有ができるっていうのは、なんかそういう意味合いも含まれて、なんか、ちゃんと共有が可能ですね。あと、なんかそこで、なんか権限をこう、いじって、見れるけど、編集はできないようにするとか、編集一緒にしてもらって大丈夫ですとか、そういうところも設定ってできますか？ああ、どうですかね。そこまではちゃんとできるのかな。ちょっと同時編集みたいな、そのライブでここでどんどん追記されていくとかっていう話ですよね。イああ、メージですけど。うん、はい。確かに、そこまではちょっと、確か僕の記憶の限りだとできないんじゃないかなっていう印象はあります。やっぱりちょっと同期的にじゃないですけど、一回リロードしてもらって、そしたらなんか、向こうの編集結果が反映されるみたいな状態になるかなという感じです。あと、なんかこの解析結果で、なんか論文を書くってなったときに、なんか他の人にも、この解析結果を見てもらうっていうことになると思うんですけど、その時に、なんか論文に、この URL を書けば、みんな見れるっていう状況になるんですかね。
そうですね。一応、見れるは見れるんですけど、ただそのコンテナをた、あの、サービスを立ち上げるごとにエンドポイントが変わってしまうので、このでもちょっ UI と、とかちゃうみたいそうな。です。あ、そうですね。変わっちゃうんですよね。そこの割り当てが変わるので、ちょっとその、やっぱコスト的な問題を考えると、やっぱりコンテナは落としたり消したりっていうところがあるので、あんまそこは現実的じゃないかなって感じがしますね。いや、料金的には起動してる時間はずっと料金発生するっていうことなんですか？はい、そうですね。起動してる時間は、SPCS とかだと1時間0点、そうですね。0.31ドル発生するって形なので、そうですね。同じエンドポイントを使いたいって話だったら、ずっと起動させておかないといけないので、ちょっと経済的じゃなくなってしまいますね。あ、なるほど、なるほど。あ、そうですね。あ、似たようなサービスで、コードオーシャンっていうのがあって、これは、なんか解析した結果を他の人に見せるっていうのは結構特化してて、なんか DOI も付与できたりとかする感じなんですけど、またそ使い方が違うかもしれないですね。ちょっと、うですね。起動しっぱなしっていうのもなかなか大変だと思うんで。まあ、そうですね。コンピュータリソースがいらないんだったら、もう本当にイメージだけ作っといて、GitHub に上げといて、あとは、そうですね。っていう方が、なんか現実的な気はしますね。ああ、まあでなんかも、そう。ノートブックで解析とかしてるんであれば、それをどっかにまたコピーして、他の人に見せるとかできるんですよね。あ、そうですね。これは、Jupyter 形式でダウンロードできるので、エクスポートって簡単にこう、できるので、これを、GitHub に上げるだったりとか、はい、っていうことは簡便に可能です。まあ、そもそももう、なんか、もしそういうことしたいんだったら、スノーフレークのユーザーをその人にも払い出してしまって、ユーザーは0円なので、いくら払い出しても。まあ、ここにアクセスさせるっていうのが、もういい。まあ、そうですね。現実的かなって感じはしますね。ありがとうございます。なんなんか、かまスた。ノーフレークエヴァンジェリストみたいな感じになってますけど、なんかスノーフレーク側から何か謝礼とかもらったりとかしてないですか？いや、それは全然ないです。しかもちょっとエヴァンジェリストみたいな人は、実際にいるので。あ、いはる。い。あ、はい。別でまたいるので。今回は、仕事道具としてかなり使い込んでるということで、スノーフレークを紹介していただいたという感あ、じ。まあ、そうですね。私の、普通にデータエンジニアリングの仕事で、ここ、スノーフレークを使っているので、まあ、その趣味の研究にも拡張させて、ちょっと最近使ったりとかしてるっていうので、まあ、なんか、こういうユースケースっていうのが、スノーフレークだとかなり、なんか、レアなユースケースと言いますか、あまりライフサイエンスでの活用っていうのがないみたいで、はい。まあ、あるっちゃあるんですけど、はい。公になってないところもあったりするので、まあ、結構身軽、所属的に身軽な私が発信するメリットはあるかなと思いまして、ちょっと紹介させてもらったっていうところとか、あと、会の趣旨にもすごい合ってるなと思って、再現性を担保する解析方法っていうので、まあ、クラウドを使って解析っていうところが、やっぱり、何ですかね。どの人たちにも環境統一できるってメリットもあるので、まあ、その時にスノーフレークをチョイスするのは、ありなんじゃないかなっていうので、はい。ちょっとこの回に持ってきたっていうところですね。で、ちょっと、チャットに コメントが。2件入って、あ、じゃあそちらの方でちょっと読んでいただいてもいいですか？創薬研究で機密情報を多く含み、データを見られる人を絞る必要があると思いますか。SPCS で様々な方法でデータを扱うことになっても、閲覧権限を制御できるのでしょうか。また、はい、SPCS へのデータのアクセスについてセキュリティは考慮することがあるんでしょうか。そうですね。そうですね。まあ、その、アクセスするデータ、をどこにアクセスするかでも結構話変わってくるんですけど、まあ、例えばテーブルとかにアクセスしたい、その SPCS からアクセスしたいってなった場合は、スノーフレークロールって概念を取り入れていまして、ロール
を、ロールで個人の権限っていうのを絞ることができて、で、この人にはこういうデータを見せていいみたいなのを設定できるんですよね。なので、データ単位で、そのユーザー単位で見せていい範囲、データ範囲を決めたロールっていうのを設定して、じゃあ実際にそれを付与することによって、不必要にデータが見られないようにするとか、そういうセキュリティ的な配慮っていうのは、全然可能ですし、ちょっともうちょっと細かく言うと、データ自体に、マスキングをかけたりとか、行レベルでのセキュリティ、なんですかね、クエリを許可するみたいな機能とかもあったりするので、ここら辺の閲覧制御みたいなのは、データウェアハウス製品全般だと思うんですけど、かなり得意なツール群になっているかなと思います。そうですね。前田さんもコメントいただいているんですけど、あと、あ、追加。本当に、ジョブ管理システムみたいなところをさっき話題になったんですけど、スノーフレーク上だと、そのマネージドで自動で、データの、処理を分割してくれて、すごい、その SQL 処理するために、その、クラスターとしてウェアハウスが、なんですかね、マルチクラスターウェアハウスっていう状態ですごいスケール、自動でスケール、内部でスケールしたりするっていうのを、なんですかね、こちらが意識しなくてもやってくれるので、なんか結構その細かいジョブに分けてパフォーマンス改善をとかいうのを考えなくても、割となんですかね、そこはやっぱりクラウドの大きなメリットを活かせるところなのかなってすごい感じますね。なんか自動的に速くなるっておっしゃってたところですよね。そうですね。マルチクラスターウェアで、しかもアクセレーションみたいな設定もできたりするし、ちょっと物足りないってなったら、普通にコンピュートリソースサイズを、ウェアハウスサイズを上げるっていうのも可能で、XS サイズとかで結構パフォーマンスも出たりするんですけど、最大6L サイズまであるのかな？っていう、なんですかね。本当に、結構その大規模、本当にもうビッグデータみたいなところを、なんですかね、すごいハイコンピューティングリソースがやったり、ところができて、それをなおかつスノーフレーク内で、よしなに、パフォーマンスが良いように分割してくれたりとかするので、やっぱりそういうところがスノーフレークで解析するメリットだなって大きく感じますね。あ、最初に設定で、なんか10並列までは許すみたいな感じのことをするんでしたっけ？ですね、今回紹介はしなかったんですが、そういうことも、一応設定はできるんですよね。ウェアハウスとしても。さっき言ったスノーパークコンテナサービスとしても、コンテナ台数を何台までスケールさせるとか、そういう設定はできます。処理を何並列かに分けるみたいなのは、多分そういうのはできないかもしれないですけど、そういうこと意識しなくても、なんですかね、結構ハイパフォーマンスで殴ってくれるっていうところが、やっぱり大きなメリットだなって感じがしますね。これはすごくいいですね。なんかその、マネタさんもおっしゃってますけど、やっぱりなんか、ジョブスケジューラー向けにいろいろ、なんかこう、パラメータを渡されて、そのパラメータに従って計算するみたいな感じで、こう、分散してこう処理するためのコードをわざわざ書かないといけない感じがあって、でもそういう書き方って、ノートブックでこう上から順に実行していく感覚とだいぶ合わないじゃないですか。僕はもう、ノートブックみたいな書き方、最初から諦めても分散処理ばっかりやってるんですけど、そうすると、それはそれでこう、何やったか、後で思い出すのに時間がかかったりするし、なんかメリット、デメリットあると思うんですけど、なんかそのノートブックっぽい書き方を思ったまま、裏側で勝手に速くなってくれるみたいな、すごく、なんかいいなと思いましたね。そうですね。それやっぱり一番のメリットかなと思いまして、本当クラウドを使う大きなメリットですし、スノーフレークはそこら辺の処理も最適化してくれてるので、僕はお金払って有料課金でこういう
プラットフォームを使い倒すっていう戦略も、なんか、普通にありなのかなと思って、はい、注目してます。ここですね。そうですね。行動を早くするみたいなところって、あんまり、研究の内容と全然関係なくて、そそうこをです出よね。してくれたりとか、なかなかしないですし、書き方はそんなに凝らずに、勝手に早くなってくれる方が、よっぽど正義。ああ、なるほど。結構、やっぱ、そういう視点、すごい、やっぱありがたいですね。研究者としては。いろいろ、そういうパフォーマンスとか、エンジニアリング目線で、こういうふうな処理の書き方した方が早いみたいなのを考えるって、やっぱり、研究者のやることなのかなっていうのは、ちょっと、なんですかね。たくさん仕事がある中で、なんか、すごい、このコードのパフォーマンスみたいなのを考えずとも、まあ、こういうツール使うことによって、結果が出せるっていうところは、なんかすごい、価値が出しやすい状況を作れるのかなって思いますし、やっぱりそういう多忙な研究者とかにもメリットがあるんだなって、今なんかこうディスカッションしてて、改めて思いました。あ、またなんかチャットの方に出ますね。あ、まさんがコメントしてくれてますね。スパコン使うときに設定値間違えると、永遠にジョブが開始されないといったことがよくあり、結局ジョブの設定なのに、ああ、時間を使ってしまうことを。クラウドデータウェアハウスではそういうこと考えていなくていいっていうのが気に入ってます。いや、おっしゃる通りですね。確かに。まあ、まさしく本当に、なんか、コマンド一つとか間違えたりすると、なんかその、なんでいつ終わるんだっけみたいなのとか、すごい考えるのが、なんか、見に行ったりとか、処理が、勝手に終わっちゃったりとかっていうところで、地味にやっぱ設定とか考えるのすごい大変だったので、今でもやっぱターミナルとかそういう、使うと思ったりもするので、まあそこら辺データウェアハウスだと、あらかじめ、なんですかね、まあなんか慣れてる言語とかで、SQL とかすごい慣れてるところで、こう解析の、なんですかね、手順みたいなのを組み立てることができるので、なんかその、なんですかね。設定とかですごいやっぱなんですかね、つまずいて研究時間が長くなっちゃうみたいなところも、やっぱ解消されるのはメリットだなって私も感じますね。あ、また何か質問が来てますね。個人課金制の感覚で研究でスノーフレークを使うのって安価ですか？ああ、これはですね、やっぱりきちんと時間を決めて、やれば使えるかなっていうのが私の所感ですね。やっぱり、その SPCS とか、なんですかね。まあ、どれ速度を求めるかにもよるかと思うんですけど、まあ、なんか、1時間 GPU 動かすぐらいだったら、なんか、2、3000円で済むのかみたいなのを、もし許容できるんだったら、なんか、全然私は払ってしまう側だったりもするので、まあ、なんですかね。速度を取るかコストを取るかっていうのは、やっぱ個人のさじ加減にはよるんですけど、まあ私としてはすごい、業務でも使ってますし、これぐらいの料金で、なんですかね、きちんと、なんですかね、コスト管理しつつ、解析時間とかもコントロールできるんだったら、なんですかね、そんな馬鹿高くはないのかなって感じはしてます。まあ、なんかローカルとかの PC で頑張ってセットアップして、解析すると、やっぱりどうしてもちょっと僕時間がかかってしまうとかいうところもあるので、まあそれがスノーフレークのプラットフォームで、なんかそれが素早く解析系まで載せれるメリットを考えると、まあなんか、これぐらいのコストは全然払えるなっていうのが、私個人としての所感ですか。ウェブブラウザーがあれば、どのマシンでも環境構築なしに、いきなりその環境に入れるみたいなことですよね。そうですね。共同編、まあ、データセットとかなおさらメリットはありますよね。個人が各々、なんですかね、データを整えて、ローカルに頑張って整えるっていうかも、もうなんかあらかじめこういう組み合わせをそのフレーク上に用意しとけば、自由自在に引き出してくれるっていうのは 大きなメリットなので、まあ、組織に一つあると、だいぶなんか生産性上がるだろうなって。